ースに出して、さあここでようやく小島まだ残っているか、小島しぶとく残す、小島そして富山、苦しい流れでしたが大宮1点返した、富山のゴール、これが今の連勝中の勢いかという大宮1対1です。ほとんどチャンスなく、おそらくこれファーストシュートチームとして ね、その中で決まるという、まあ、ただこの小野のパスがまず一つ良かったですね。ここに走り込んだ小島ですか、しっかりと、まあ、1回取られはしましたけどね、粘ってパス、そこをしっかりと決めましたよね。まあ、先ほども言ったように、ああいうようなスペースをこ うまく使うような動きが今出たことが一つね、このゴールにはつながりましたし、やはりああいう動きがないとなかなか崩せませんから、まあ、本当にようやく一つ出ましたよね、形がね。